すなわちこと小手川幸也です。この動画では FX 投資の、情報商材、インフォビジネス系の、詐欺、まがいと、そうじゃないものの線引きっていうことは何かということをお話していきたいと思います。で、2週間ぐらい前ですかね、裏側を暴露していきますっていう動画を、上げました。で、その前にちょっとお伝えしておかなければいけないことと整理しておかなければいけないことがあるなと思ってこの動画を上げることにしました。で、まずですね、これ毎回言おうと思うんですけども、私はそれらのビジネスをしたことはないです。ただ、話は詳しく聞いたので、裏側は知っています。で、今回ですね、何をもって詐欺、まがい、あるいは、詐欺扱いしてもいいのかっていうことですよね。はい。まずですね、詐欺かそうじゃないかっていうところで、これ大きく関係してくるのが価格の問題だと思うんですよ。はい。その、情報商材あるいは、EA、売買シグナル、塾などが10万円で安いと感じるか高いと感じるかっていうのは人によって違いますよね。それはもちろん結果も伴うんですけども、結果の以前に高い安いっていうのは違うと思うんですよ。で、これ、他のものに例えるとですね、音楽。はい、好きなアーティストの、コンサート、ライブ。一般的に多分5000円から1万円ぐらいだと思うんですよ。それよりも高いもの、安いものあると思うんですけども、その一方で、クリスマスなんかディナーショーってありますよね。はい。それらは5万円とか、3万円とか、ね。その一方で、ただ音楽が聴きたいんであれば、TSUTAYAで、レンタル CD だったら100円で聴けるんですよ。だからこの差って500倍あるじゃないですか。じゃあ、ディナーショーが詐欺なのかっていうと、それは詐欺ではないですよね。なぜかというと、自分の好きなタレントさんに会って、美味しい食事を食べながら、目の前で、歌を歌ってもらえるからなんですよ。ね。それはファンの方にとって、この5万円っていうのは、別に詐欺ではない。あるいはですね、1枚1000円の CD を何十枚も買う方っていらっしゃいますよね。それって、その方にとっては満足しているからいいんですけども、傍から見たら、第三者から見たら、あるいは自分の奥さん、夫がそれらの買い物、あるいは、ライブに行っていて、どう思うかっていうところなんですよね。要は本人が満足していたらいいんじゃないかっていうのが一つの考え。で、ただですね、FX の場合は、勝てるかどうかっていうところがやっぱ大事になってくるんで、高額な EA っていうのは自動売買プログラムのことなんですけども、数十万円のものを購入して、勝てなかったらどうなんだと。で、その作った人はね、本当に勝たしてあげようと思って作って、その結果、ダメだったら仕方がないんですけども、バックテストの結果を出してですね、勝てますよと。そんな風に見せかけている場合、これは詐欺なのかどうなのかっていうことなんですよね。これ、高額 EA って書きましたけども、一部某上場企業さんなんかは無料で、自動売買プログラム提供しているサービスでも、大損させていることもあるようですけどね。ちくりとちょっと言っておきますけども。はい。で、高額塾。塾もあるんですけども、例えばこれ授業料が50万円でもね、勝利の方程式、FX の勝ち方。これが手に入るのであれば、詐欺とは言えないかなとは思うんですよ。50万円払っても、すぐに取り戻せて、100万円、1000万円と、FX で生活できますよってなったらいいと思うんですけども、それ本当に再現性ありますかっていうことなんですよね。例えば、その講師がね、実際に何千万円稼いでいても、受講した人が、それを再現できるのかと。ここ非常に難しい問題なんですよね。いや、私はこうやってこうやって稼ぎましたっていうことを伝える金額が50万円。伝える金額50万円。これが高いか安いのかっていうのは難しいですよね。はい。ただ、ここの言い方があなたも勝てるようになりますだと問題が出てくると思うんですよ。あともう一つ、継続性があるかどうか。はい。その時に勝てる勝ち方でも、1年後、2年後、5年後、10年後勝てるかどうかっていうことなんですよ。これ本当にやっぱり相場っていうのは生き物なんで、株であっても、為替であっても、FX であってもね、その5年前のやり方、10年前のやり方が通用するかっていうと通用しないんですよ。そんなもんなんですよ。はい。で、私が思う詐欺、まがいって結局何なんだというと、誇大広告だと思います。要は、嘘、紛らわしい、大げさ、そんな広告を出して、高額な商品を売りつける。これはまあ詐欺まがいかなと思います。はい。毎月何十万円サクサク稼ぐ手法を5万円で教えますとかね。あと、〇〇人限定、人数限定ですとか言いながら追加販売とかするんですよ。あと何時間で販売終了。見た人は、ああ、終わってしまうんだったら早く買わないとって急いで買っちゃう。とか言いつつ、これも追加販売するんですよ。あともうさっきも触れましたけども、出しているものがバックテストの結果で、まあそれがわからないとかわかりづらいようにしている。あるいは、まあこれ、塾とかの場合だと、成績を切り取ってですね、都合のいいところだけ出して、もうすごい人のように見せかける。あるいはもう全くの捏造。はい。顔を出して、名前を出して、例えばね、まあ、免許証とか見せて、私はこんな信用できる人ですよっていう風に見せかけて、平気で嘘の成績出してる人も多分中にはいると思います。で、そんなことを、まあ、見てですね、勝てると思ってやると、実際にそのプログラム稼働させたり、そのやり方通り、売買シグナル通りに取引すると大損。ね、これは詐欺、あるいは詐欺まがいかと思います。まあこの部分がですね、見せかけでも、要は利益が出ればいいんですけども、大損につながっちゃうと、これも詐欺ですよね。はい。で、今回、なぜね、ちょっとワンクッション挟んで、こんな動画を公開したかというとですね、中には、全てが詐欺じゃないよと。ね。あと、〇〇っていう商品は、良かったっていう方いらっしゃるんです。これ実際に塾なんかでも、まあこれ FX とかと違う塾でも、いや、あの塾は良かったとかね、何十万円払っても。はい。その価値はあったっていう方何人も私聞いたことあるんで、まあ、動画の最初の方でお話しましたけども、まあ人によって感じ方違うから、まあそれはそうなのかなと。あともう一つですね、その裏側に自分は騙されていないと思いたいんですよ、誰もが。ね。そんななんか騙されたっていうこと言いたくないし思いたくもない。なので、それをまあ言わない。あるいは思い込みたい。はい。で、まあ、私は騙されていない。いいものを買った。私がこれから先ですね、真実、裏側をお話ししていきます。それを皆さんが知った時にですね、私は騙されていない。ね。あの商品は詐欺まがいの商品ではないと、果たして思えるのでしょうかということで、また後日裏側についてはお話ししていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。